レインボー大作戦。おしりのパレットのレインボー大作戦。さあ珍しい企画で始まりましたが、はい、本日やっていく企画は質問を見ずに答えろです、はい、これよくある YouTube のチャットとかでやってるやつなんですけど、うん、今ゆうちゃんがいるところが回答者の席になります、はい、回答者です。でここに1と2と、はい、質問が書かれたスケッチブックがあります、はい、ここに書かれてる質問を回答者は見ずにめくってって、もう直感で答えてください。自分でめくるね。そう、直感で答えてってください。はい、で、もうとんでもない答えになる可能性はあります。はい、聞いてる側はあちらにですね、お水と受け止める用のお皿を用意しましたので、口に水を含んだ状態で質問を始めてもらいます。制限時間は1分間です。もう答えられるだけ答えてください。はい、私たちはひたすら笑いをこらえるのみです。はい、吹いた人からアウト。はい、1分間耐え切ったらその質問勝利です。っていう簡単に言えばそういうゲームをやっていきたいと思います。はい、うん、上野龍香です。九条さん、星漏れ、それから何だ、母になりたい、うん、ハンドメイド、うん、ドラえもん、アンパンマン、なんだ、ふきあげ、オーケー、大丈夫、なんだ、カブジョウチ、それから大型、それから伊藤さん、冬。それから神。弟がいる。なんだ、あと積み木。それからワンピース。それからなんだろう、美容系。それからユーチューバーやってる。終わり。ところどころすげえ回答あったけど。本当にそうなんだ。はい、1個だけ言っていい？うん、チャームポイントは九条さん。長川ほなみ。カメラ。え？ゴミ。ライト。お化け、虫、九条さん、星のパレット、ドアノブ、アイス、浮き出しちゃった。インド。途中で気づく後ろは落ちるわよ。ファンに
そう、めっちゃパニックだよ。あー、スタート。アンパンマン、ドラえもん、カレーライス、新潟県、コナミ、北海道、緑色、ピアノ、キャノン、ホスパレ、車、ひらけね、あれザラ、中井さん、メガネ、ガスコンロ、コスプレ、コピー機、冷蔵庫、リュック、終了。ないじゃん。どっちめっちゃ耐えたんじゃない？みんなも耐えたよ私。引き出さずに。私一番吹いたかもしれない。こういう時にねゲラを発動してるんですよ。一番のゲラは私だったってこと。なくなってた。お水がうまい。こっちもあれ？お水がうまい。こっち結構書いてあったやつなのにね。あ、もしかしてと思った瞬間、白紙が出てきてやっぱりブワーッ。これ7、8割書いてあるんだよ。うん。9割ぐらい書いてあるね。うんうん。もしかしたら私全部めくってたかもしれないっていう。危なかったね。テンポが良すぎた。テンポが良かった。じゃあマジでさ、音が出るおもちゃでやりたかったの。ああ、吹いた瞬間ピリッとなるから。確かに。おもちゃが見つからなくて。あ、なるほど。ということで今回水になりましたが、とっても面白かったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧ください。ご覧ください。バイバイ。あなたこっちでもいいんだよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。